衛星インターネットっていうのが広がっていくと、一つ大きく変わることは、国家がインターネットを規制できなくなる、こういう未来が割と起こるんじゃないかなと思っています。スターリンク社は何がすごいかっていうと、サブスクの収入ですね、月額の収入、これが140億円に達しています。毎月140億稼いでるんですね、イーロン・マスクさん。半端ないですよね。僕実際この方にメールしたんですね。こんにちは、学部でスペース X に投資したくてみたいな。そしたらどうなったかっていうと、結果として投資できそうです。未上場ベンチャーに興味ある方、そこに投資したいなって思ってる方いたら、意外とマジでメール一通で繋がれたので、インターネットから国境が消える日っていう感じで、僕が以前にツイートした内容なんですけど、まずちょっと1個目のツイートだけ読み上げますね。インターネットから国境が消える日。皆さんはスターリンクという会社を知っていますか？イーロン・マスク氏が開発している衛星インターネットです。この会社の業績が神レベルなので、ネットの未来も含めて解説をしますっていう感じで、要するに人工衛星とインターネットを組み合わせていて、まあ、結構世界的にかなり広まってるんですね。日本でネット使うってなったらフレッツ光とか日本のインターネット回線を使うじゃないですか。それって多分日本のどっかに基地局っていうのがあって、そこから電波を受信してやりますよね。でも一方でイーロン・マスクの場合は衛星からもう空からやってるんで、まあ、こっちの方がいろんな場所にこうインターネットが届くんですね。スターリンク社は何がすごいかっていうと、サブスクの収入ですね、月額の収入、これが140億円に達しています。毎月140億稼いでるんですね、イーロン・マスクさん。半端ないですよね。でこの速度っていうのが2年間で達成できましたと、まあ、半端ないんですね。で過去を振り返って、この規模の売上を2年間で達成した会社ってどこの会社もないんですね。Google よりも早い、 Facebook よりも早いみたいな、 Spotify よりも Netflix よりも Apple よりも早いみたいな、まあ、それぐらいすごいと。衛星インターネットっていうのが広がっていくと、一つ大きく変わることが、国家がインターネットを規制できなくなる、こういう未来が割と起こるんじゃないかなと思っています。どういうことかっていうと、例えば僕の場合だと今タイに住んでいますと。でたまにドバイに行ったりするんですね。でドバイとかだと結構そのインターネットの規制あったりするんですよ。一つはコインデスクっていうサイトがあるんですけど、クリプトのニュースサイト、このニュースサイトってドバイだと繋がんないんですね。なんで繋がんないかっていうと、まあよくわかんないんですけど、とりあえずまあ政府に規制をされていますと。でも一方でドバイの通信会社を使うとコインデスクにはアクセスできないんですけど、イーロン・マスクさんがやってる衛星インターネットですね、これを使うと接続できますと。でこれって世界中に行くとよくある話で、中国とか行くと Google とか Facebook 使えないみたいな。皆さん中国行ったらすごい驚くかもしれないんですけど、僕も以前に中国行った時に驚いて、国入った瞬間に Google って多分体に染み付いちゃってるんですよね。僕中国行ってなんかわかんない時にスマホパッて開いて調べようって、そうすると何もスマホ動かないんですよ。でそこで、あ、そっかみたいな、ここ中国だから Google 使えないんだみたいな。それぐらい Google っていうのは体に染み込んじゃってるんですけど、でもそういうのができない国も結構ありますと。そんな感じで、まあ、国ごとにいろんな規制があったりするんですよ。そういう規制をかいくぐるために VPN っていうサービスがあって、 VPN って何かっていうと、アクセスをこう偽装することができるんですね。で今トンネルベアっていうアプリを開いていて、これで今ポチってボタンを押しました。そうすると僕今タイにいるんですけど、これでどうなるかっていうと、僕のアクセスが今マレーシアになりました。これどういうことかっていうと、僕は今タイにいるけど、僕のインターネット上のアイデンティティというか、インターネット上の IP アドレスですね、これがマレーシアになってるんですね。これオフにするとまたタイに戻る、これだけなんですけど、これやると国で何かそのインターネットが規制されていてもかいくぐることができるんですよ。とはいえこの VPN っていうのを使いすぎると、その国で罰金やられたりするんですね。例えば僕が以前に聞いた話だと、国名とかもちょっと伏せて皆さんにお伝えすると、その国で VPN をずっと使ってる人がいたんですね。そしたらある時政府から急に巨額の請求が来ましたと。あなたは VPN 使ってますねみたいな。実際の金額確か800万とかって言ってた気がするんですけど、800万円払ってください、罰金ですみたいな。まあそういうことも全然あるんですよ。ってなってきたら、例えば中国に住んでる方とか、ドバイに住んでる方、トルコとかもそうなんですけど、世界中にそういう、タイとかでも規制あるんですよ。そういう規制のある国で住んでる人っていうのは、インターネットに不自由があるわけじゃないですか。でも一方でスターリンクですよね、この衛星インターネット。これが出てきたらどうなるかっていうと、もう国の通信会社使う必要なくて、もう衛星からそのまま来るんで、誰も規制できない。でも人によっては、いやでもスターリンクを使うときにお金を払わないといけないから、その支払いの部分を国家が規制したら、そしたらそこで規制できますっていう、まあそういう話もあると思うんですね。例えばスターリンクが衛星インターネットが広がったとして、で誰もインターネット規制できませんってなったら、国家は何するかっていうと、スターリンクを規制すると思うんですね。で実際にドバイとかってもスターリンク使えなくなってるんですよ。でも一方でイーロン・マスクさんだったら何するかっていうと、多分僕が思うにクリプト決済を組み込むんじゃないかな
って思うんですね。ってなるとどうなるかっていうと、クリプトっていうのはどういう決済システムかっていうと、世界中にこのサーバーっていうのがあって、そこを通して決済をすることができる。まあちょっとこの説明完全に正確ではないんですけど、まあそういう状況になっていて、だからインターネットがつながっている、もしくはそのインターネット上に情報をこう飛ばすマシンさえあれば、そこでクリプト決済ってのはできるんですね。要するに国家がクリプト決済を規制するにはインターネットを止めるしかないんですよ。でインターネットを止めるって相当難しいじゃないですか。まあだからスターリンクとかその衛星インターネットっていうのがクリプト決済につながっていくと、そうするとインターネットっていうのがめちゃくちゃ自由な場所になると思います。そういう世界を作っているのがスターリンクって会社なんですね。まあそんな感じのツイートっていうのを僕の方でしました。もし気になる方いたら、ツイッター上でインターネットから国境が消える日、これでググれば多分出てくると思います。でその上で今回伝えたかった話はここから先の話なんですけど、僕のブログとかポッドキャスト聞いてる方には投資家の方もいると思うんですね。このスターリンク社っていうのはスペース X と一緒なんですよ。イーロンマスクさんがよくあのロケット打ち上げまくってるじゃないですか。スペース X って今めちゃくちゃ強くて、世界もう完全トップみたいな感じなんですね。じゃあ今株価どうなってんのって言われたら、株式とか上場してないんでわかんないんですよ。まあ、要するに未上場ですと。まあ、だからスペース X ってすごい面白い会社だなって僕は思ってたんですけど、でも未上場だから株買えないじゃないですか。でも海外のツイートを追ってたら、オースティンって方かな、この方が書いていたんですけど、適切なコネクションがあればあなたはスペース X に投資することはできますよみたいな。もし気になる方いたら、このメールアドレス austin@bloomtech.com っていうこのアドレスにメールしてくださいみたいな書いてあったんで、僕実際にこの方にメールしたんですね。こんにちはみたいな、学べですみたいな、スペース X に投資したくてみたいな。そしたらどうなったかっていうと、結果として投資できそうです。この分野って僕以前から結構気になってたというか、世の中でめちゃくちゃお金持ちになってる人ってどういう人かっていうと、自分で会社を作った人、自分で会社を上場させた人っていうのはめちゃくちゃお金持ちになりますっていうのと、もう一つが未上場のベンチャーに投資をしていた人、まあ、この二つっていうのが桁外れにお金持ちになる人、数十億数百億の資産を持っている人は大体自分で起業した人、もしくは未上場のベンチャー企業に投資をした人、まあ、この2パターンだと思うんですね。で今回僕はこのオースティンって方に連絡をして気づいたことは、投資したいっていう風にメール送るじゃないですか。でメールいつ送ったら普通に紹介してもらいました。で実際僕今メールしている最中なんですけど、1000億ですねを運用しているファンドの担当者、これと実際につながることができたので、多分なんですけどスターリンクとかスペース X に投資をしていこうかなと思っています。だから僕のフォロワーとかこれ聞いてる方の中で未上場ベンチャーに興味ある方、そこに投資したいなって思ってる方いたら、まあこういう海外ツイートとか見ていくと普通にメールアドレス公開してる人全然いるんですよ。だからそういう人に連絡をすることで、意外とマジでメール一通でつながれたので、あ時代すごいなみたいな、そういう風に思ったので、ちょっと共有しようと思いました。はい、というわけで今回これで終わりにしようと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お疲れ様です。終わりです。はい。